はいどうも、ざまと申します。カナカナルート続きの方をやっていくんだけど、いやー、前回もセンシティブ回でしたね。もしかしたら18歳未満の人は、シャープ5ぶりなんじゃないかな。前々回、ね、制限もらいまして、年齢制限。まあちょっと結構編集頑張ったんだけど、まあさすがに厳しかったかと。で、前回も、まあ、これ大丈夫かなと思ってたんだけど、まあダメだったみたいだね。もう結構センシティブしてたんで。はい、ということなので、まあお久しぶりの方はお久しぶりということで、まあぜひともね、まあその間見たい人は大人になってから買ってみてください。はい、ということで、じゃあ続きの方を見ていきましょう。朝の柔らかな日差しの中、現在登校中。ん?なんか周りから視線を妙に感じる。ほら、あの人がさ。あ。意外。あ、これバレたんじゃね？まったく、スリーセブンのやつ。うまくやりやがったよな。まあ、どうして見られてるのかはすぐに見当がついたけどな。しかしすごいね、これは。さすが俺の愛した先輩だけはある。まあヘイトがすごいってことな。はあ、まあ、仲いいもんな。なあなあ、一体どんな手使いやがったんだ。校舎に入った途端、ビッチさんが急加速で駆け寄ってきた。何が？学園中で持ちきりの一番ホットな話題だってのに、当事者が知らねえのかよ。とぼけてるのか本当に知らないのかは分かんねえけど、うん、教室行ってみな。教室？お、勇者のお出ましだぜ。てててててん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 よ。まったく、なんでこんなやつがカンナ先輩と。教室に入るとクラス中から一斉に視線が集まってきた。遠くからはこそこそと話し合う声も聞こえてくる。ま、そういうことだ。付き合ってるかもって話自体は前からあったけど、一緒にいたっていう目撃証言がここ数日でドバッと出てきたみてえでな。あー、なるほど。でも確証になったと。なんかあそこでも一緒にいなかったか、あっちでもいたよなみたいな。いつ見られてたんだ、あの公園の時かな。一緒に公園に行ったり自宅前で話し込んだりしたから、そりゃありえない話じゃないけど。ま、ここ最近カンナさんの様子も変だったし、うん、なんとなくそんな予感はしてたけどさ。先輩の様子が変？ああ、最近よく男性の好きなものって何かしらって男のことについて根掘り葉掘り聞かれたわけよ。これへえ。カンナさんって今までそういう話題全然したことなかったからさ、マジでびっくりしたぜ。えって感じだったんだろうな。そうなのか。あの人そういう話全然したことなかったし、むしろ避けてるくらいつうか、そんな人がそれだぜ、驚かないわけねえつうの。それってやっぱり俺のためってこと？それはうぬぼれが過ぎるんだろうか。でさ、結局のところお前らどこまで進んでんだ？いやー、もうすごいよ。すごいところまで行ってるよ。まあ、時間切れか。まあいいや、後でじっくり聞かせてもらうからな。全力で逃げるしかないな。始業のチャイムで話は中断。しかしいつの間にか噂がそこまででかくなっていたのか。まあさすがに逃げられねえよ。さて今日もお昼がやってきましたよと。どこで食べようかね。おい、なんだあの人がこの教室に。お、やっぱり噂は本当だったんだ。え、来たの立脇くん。あらー、もうなんか隠さず来るんだね。もう雰囲気察してるだろうにね。廊下の方を見ると神田先輩がこっちに手を振っていた。今来るってことはお昼だよね。うん、もしかして先輩がお弁当作ってきたとか。おー、先輩の手作り弁当だと。まあ
家で一緒に飯食ってる仲とは言えないよな。なんだか騒ぎが大きくなってきているぞ。なんなら彼シャツで一緒に寝た仲とは言えないよな。珍しさも手伝ってか、他のクラスからもヤジ馬がゾロゾロと集まってきている。伊達脇くん、ちょっと用事があるんだけどいいかしら。ねえ、もちろんです。じゃあ後で中庭まで来てね。それだけ言い残すと先輩は立ち去ってしまった。残されたのは俺とヤジ馬の皆さん。まあこっちに矛先は来るわな。どういうこと？お昼誘いに来たんじゃなかったの？お、わかった。盾脇は恋人なんかじゃなくてただの使いっ走りなんだよ。でもさ、こういうの耐えられないと思うんだよな。かなかな、こういうこと言われてさ。もう先輩が使いっ走りなんてさせるわけないでしょ。そっか、女子はそうか。仲いいみたいだし、用事を頼みに来ただけじゃないの？その方が可能性高いよな。てか、そういうことにしとこうぜ。俺の心の平和のために。みんなの心の平和のために。はあ、マジで先輩に恋人ができたら明日から何を希望に生きていいのか分かんなくなるとこだったぜ。もう C は、あ、でも C はカンナ先輩だっけ。じゃあお前あれだ、あのゆずキッチにくら替えしようぜ。最低野郎だけど。だー、何てめえらこそこそ言ってやがるんだ、特に男子。突然教室で大声を上げたビッチさんにクラス中の視線が映る。カンナさんが誰を呼ぼうが、誰を使いっ走りにしようが、誰と付き合おうが、うん、外野には関係ねえだろうがよ。そりゃそうだ。でもさ、あの先輩がなんだあんなやつにって思うじゃん。おい、カンナさんの人を見る目をバカにする気か。お、そっち俺へのフォローじゃないの？先輩に恋人の噂ってなったら嫉妬の一つもしょうがなくね。なんかネットみたいだな。でもいいよね、まださ、こう面と向かって言えるだけいいよね。ネットの意見ってさ、もうこういうのさ、もうまあ、はあ、しょうがなくね。いいじゃん別にみたいなさ、もうそんないっぱい溢れてるからさ。恋人の一人や二人なんてことねえよ、うちなんて31人いたんだぞ。うん、ああ、そうなんだ。へえ。それは例外中の例外なんじゃ。まあ盾脇のやつはこの際どうでもいい。でもな、カンナさんのことをこそこそ言うのは許さねえからな。どうでもいいのか。ビッチさんの言葉に場の空気が少しずつ冷静になっていく。さすがだ、ビッチさんは頼りになるな。俺の扱いに関してはちょびっとはあれだけどね。大体男って話なら水乗りだっているじゃねえか。おお、今さらなんで問題視するんだよ。あいつは二次元しか興味ないし、うん、見た目的にも安心じゃね。見た目的にもえぐ。事実だけどなんだか釈然としないでござる。うん、なあ、釈然としないっていう気持ちがあってよかったよ。何クソみたいな。それ失ったらもう完全に二次元の住人になっちゃうから。とにかくカンナさんだって一人の女なんだ、誰と付き合おうが構わねえだろ。うん、そうだよ、だってワッキーって割とかっこいいし頼りになるもん。うん、先輩と仲良くなったって全然変じゃないよ。おお、え、かっこいいとまでは、いや、あの、ゆずきちゃん、今の話は俺の聞き違いだよね。ねえ、気持ち悪いわ。あれ、お前、カンナ先輩の話はそれどころじゃねえよ。ゆずきちゃん、もう気持ち悪いよお前は。誰かこいつを止めて。おまわりさん、ここです。よくわからないけど話が一気に変わってくれた。逆にいい機会だな、もうこのまま逃げちゃおう。ビッチさんや駒形に感謝しつつ、この隙に乗じて今のうちに脱出してしまおう。そうだな、かまってらんねえな。先輩は盾脇くん、こっちこっち。声がした方を見たら先輩が中庭の隅から手招きをしていた。俺は慌ててそちらに駆け寄る。どうしたんですか、こんなところで。あまり目立つところで待ってるとあなたの迷惑になりそうだったからごめんなさいね。まさかあんな騒ぎになってるなんて思わなくて。逆に俺のせいで先輩が迷惑してるんじゃないかって
ほう、お心配でしたけど、大丈夫です？私は全然迷惑だなんて思わないわ。おお。おお。じゃあ安心しました。ちょっとびっくりはしたけど、あなたと噂になるの実は少し嬉しかったりするの。あー、結構そういうの楽しむタイプなんだ。え、あ、いきなりの直球に返す言葉が出てこない。なんとか笑ってごまかすだけ。もう告白以外はもうだいたいストレートなんだよ。もうほぼ告白なんだけど、そのまあいわゆる本当の告白ではない部分に関してだったらもう全然オブラートに包まんみたいな。いや、包んでんだけど。ほぼ薄紙一枚みたいな感じじゃない。あ、そうそう、用事ってのは。もちろんこれ。と言ってバッグから取り出されたのは布に包まれた四角い物体。もしかしてお弁当ですか？ピンポーン。それじゃあそこで食べましょう。ピンポーン。うわー、めっちゃいい。あるんだこういうの。はい、どうぞ。うわー、あるんだ一枚絵。うわー、何この可愛い弁当。やっぱかなかなもこういう可愛いイベント作るんだな。できるな。ね、あの、春日さんのルートでもね、できる、なんか、お母さんみたいな感じ。お母さんというか、もうなんか、秘書兼お母さんみたいな感じだったけど。いやー、料理までうまいと。唐揚げかな。人気の少ないところで、やっと腰を落ち着かせて、先輩と並んで座る。人目を忍んでっていうのも、これはこれでちょっと楽しいかもしれない。そしていよいよお待ちかねのお弁当オープン。おお、すごい、いろいろなおかずが。あなたの好きそうなもの中心で作ってみたんだけど、どうかしら。どれも美味しそうでたまらないです。と言いつつ指で唐揚げをひとつまみしてそのまま口に運ぶ。おお、指で。うお、やっぱりうまい。まあ、お行儀悪いのはダメよ。言いつつ先輩は笑顔だった。あ、でもすごく美味しいからもっと。また同じように唐揚げをややオーバーリアクションで口に運ぶ。そんなに勢いよく食べてくれるなんて嬉しいわ。先輩の顔にわずかながらあった憂いの色もすっかり取れてリラックスしてくれたようだ。次はどれ食べようかな。どれも美味しそうで迷っちゃうんですよね。そういうことならちょっと待ってて。あ、先輩が卵焼きを自分の箸に挟んでそれをこちらに伸ばしてくる。これはもしや、うん、あれだな。はい、あん。何このラブラブオーラ。何この演出、初めて見たわ。なんかこういうところでさ、こういう演出あんま出ないイメージだったけど、すごいなぁ。隠しきれないオーラが。しかも卵焼きなんだけど、唐揚げっていうね。変わってないぞ。この前のお泊まり以来のあーん、いただきました。はい、あーんした。卵焼きの甘さがたちまち口内全体を即座に支配する。たちまち即座にね。どう？甘いのとしょっぱいので悩んでこっちにしたんだけど、大丈夫だった？もちろんです。もう口の中がとろけそうで、先輩も食べてみてくださいよ。そうね、私もいただこうかしら。先輩は自分の弁当箱を開ける。中身は俺に作ってきてくれたのと同じ種類でも、量的にはだいぶ少なめだ。あ、そうだ。失礼します。先輩のお弁当のおかずからプチトマトを一つまみ。おお。はい、先輩も、あー、トマトなんだ。それを？もちろん。先輩がやってくれたんだから、お返しってことで。もう、それじゃあ。これ周り人いないよな、大丈夫だよな。こんなところ見られたらもう終わりやぞ。うわ、
もう上級生どもがえぐいだろうな、多分。おお。こうやって照れ顔で口を開けている先輩は相変わらず写メを撮りたいほど可愛いぜ。わかる。エロ。どうですか。ドキドキしたわ。学園でこんなことしてるっていうのもあるのかしら。確かに雰囲気が変わるとまるで違う感じになりますよね。中庭に心地いい風が吹く。二人きりの空間で何とも言えない幸せな時間が流れていく。先輩のお弁当を独り占めなんて、なんかみんなに申し訳ないような気がしてきますね。もう私はそんな偉い人じゃないわよ。めっちゃ偉い人ですよ。まあ立場的にも偉い人っていうのもあるかもしれないけど、私がこうしたいからこうしてるの。はい、もう一度あんして。あーうんうん、唐揚げ何度食ってもうますぎ。それ自信作なの。衣のブレンドをちょっと自分なりに変えてみたんだけど。衣のブレンド、ごめん、言わけわかんないんだけどさ、もう俺衣に関してはさ、もう目分量というか、なんかさ、よくあるじゃん、なんかこう唐揚げ系のなんかさ、揚げ物系作る時の衣のさ、やつ、あれもう何レシピとかをさ、ネットで調べてさやったことしかないからさ、わかんないけど、それブレンドみたいなのあんの、まあ、あるか。へえ、それでちょっとだけスパイシーなんですね。あ、そういう分かってもらえて嬉しいわ。じゃあ今度は俺がお返しする番です。あ、もうつまんじゃったから私が先ね。はい、あーあー、うん、うん、どう、アスパラのベーコンロール初めて作ってみたんだけど。わあ、うまいわ。もうピーマンの肉詰め、アスパラのベーコンロール、もう最高よ。うん、まあ、肉ロールでもいいけど、ベーコンの炒め具合が絶妙でアスパラとマッチして美味しいです。本当に初めてなんですか。プロ級なんですけど。もう大げさなんだから。でも励みになるわ。じゃあもう一口いかがかしら。次は俺の番ですよ。おお、ちっちゃ、アルヒさん。なんかこう見ると印象変わるな。何その顔。突如割って入る聞き慣れた声。これって？アルヒちゃん。あ。あ、思わず声が出てしまった。やったな。どうも。ゆずきさんもいると。駒形さんまで。お前ちょっと汗の量えぐいって、汗の量えぐいって、ちょっと大丈夫。死ぬよそんな。そんな大粒の汗大丈夫。ついさっきだ、ちょっと近道しようと思ったらとんでもない場面に遭遇してしまったようだな。あ、やべえ、ちょっと待って、読んでなかったから。いつからそこに。お決まりのやつで。もう春日ちゃんたら。ごめんなさい、覗くつもりはなかったんだけど。ここは往来が自由な校内の中庭で、私たちはたまたま通りかかっただけだぞ。おお、じゃあ行きたいところへ行ってください。たまたまイチャつく現場に遭遇しただけで、それをとやかく言われる理由はないわけだ。なるほど、うん、それじゃあ私たちも食事中の光景をたまたま見られちゃっただけってことよね。うむ、誰彼が何を言おうがそれで通せばいいのだ。天神平なりに噂なんて気にするなと言ってくれたように聞こえたのは気のせいだろうか。じゃあそうさせてもらいます。そう言うと先輩は再びおかずを箸でつまむ。また始めるのか。はい、どうぞ。今ここでですか。当たり前じゃない、ほら、あんして。汗がずずいっとおかずを迫ってくる。俺は覚悟を決めろっていうことか。どう、うん、
うまいぞー。開き直って見せつけてきちゃってるよ。うむ、すがすがしいほどのイチャつきぶりだ。花、よかったな。よかったな。え、ありがとう、春日ちゃん。これ以上いても邪魔なだけだし、我々はさっさと退散するか。本当に春日さん、いいやつだな。まあ、いいやつなんだけど、ちょっとね、スマートにできない感じかな。確かに、これ以上いたら頭が沸騰しちゃいそうだもんね。天神平はどこかさっぱりしたような嬉しそうな顔をしていた。あいつには俺が先輩を支えるってところをきっちりと 見せたかったから、ちょうどいい機会だったかもしれない。ん、先輩が突然俺の口の中にミートボールを放り込んできた。ぼーっとしてたからついいたずらしちゃった。もういつもいたずらするんだから。別にボケてたわけじゃないです。口の中から心の中まで全身幸せだなって思っただけで。まあ大げさなんだから。先輩も幸せだと嬉しいなーなんて。私も幸せよ。多分立脇君よりほんのちょっとだけ。それはないでしょう。だって俺の幸福の方が最高点だし。なら最高点を突破したのが私ってところかしら。じゃあ俺はそのさらに上です。でももっともっと上を目指してもいいですよ。じゃあ私も同じ。どんどん上まで行って飛んでっちゃうから。おお。普段口にしたらそれだけで顔が真っ赤になっているような臭いセリフ。でも今は自然と口から溢れ出てしまう。まさしくこういうのを幸せって言うんだろうな。噛みしめてるな。あ、もうお昼休み終わりなのね。ほんと楽しい時間ってあっという間。美味しいもの腹いっぱい食べたんで、午後は柔らか、安らかな気持ちで寝られそうです。まあ、ちゃんと授業受けなきゃダメよ。寝る気満々っていうね。努力はしてみます。食欲が満たされ、さらに俺を包む多幸感。今寝たら、きっと先輩とイチャイチャするといういい夢が見れるに違いない。ああ、そうだ。今日の放課後、一緒に帰れます？ごめんなさい。今日も伝道会のお仕事があるの。その代わり、それが終わったらお家に行ってもいいかしら。お夕飯作ってあげるわ。お家に。すごいな、この関係性。もちろん大歓迎です。スーパーで買い物してからだからちょっと遅くなっちゃうかもしれないけど。マジで通い妻なんだよな。あ、着替えも取りに行くから。どうしよう。俺なら遅くなっても平気ですから、先輩のペースでいつでも来てください。もし何でしたら呼んでくれれば迎えに行きますから。そう、それじゃあお言葉に甘えさせてもらっちゃおうかな。それじゃまた後でね。ええ、また後で。先輩を見送り俺も教室へ向かう。弁当に続いて夕食も先輩お手製か。最高の一日だぜ。キャッホー。それに着替えを取りに行くってことは今日は当然泊まりってことだろ。明日は休日だし問題ないよな。おお、やるってこと？これはもしかして今までうやむやになってた、やっと告白をできるチャンス到来かも。もういい加減な。なんかもう覚悟決まってるみたいだしな。お、あー、やっと来た。やっとカナカナサイド。もう今まで全然なかったからな。おお、放課後。伝道会の仕事を終えた私はとても急いでいた。思ったより遅くなったわね。これから一度家に戻って、着替えを取ってからスーパーに寄って買い物をして、それから立脇くんのお家。晴れたらもうお腹空かせて待ってるかしら。彼のためにいろいろとできるのが嬉しい。服してる時ってポワーって幸せになってくるのよね。わー、なんかいいよな。もう尽くされるのと尽くすのでお互い幸せになり合うみたいな。相乗効果。いやー、一番相性いいんだよな、そういうのはな。あ、でも気をつけなきゃ。私ってやりすぎなところはあるから。一時期春日ちゃんの世話を焼きすぎて逆に怒られちゃって。あー、あるね。
甘やかしすぎてみたいな。まあな、そこ難しいんだよな。カンナ先輩。おお、親衛隊 A。 あら、何かしら。俺たち、カンナ先輩ファンクラブ03のものですが。おお、いや、ファンクラブなのにすげえ行くやん。学園を出ようとしたとき、いきなり男子生徒に声をかけられた。他にも周りに5、6人の男たちがいた。おい、そんなさ、男どもで囲むなよ。ファンクラブとかそういうのは前にお断りしたはずだけど。ええ、先輩のお手を煩わせないように。公認ではなく施設のファンクラブの一つとしてやらせてもらってます。ちょっとアムロみたいなのやめろ。ちょっとアムロみたいだからやめろ、その感じ。公認とか施設とかそういう意味で言ったわけじゃないのよ。もう困らしてんじゃん。正直こういうのはちょっと困る。まあだろうね。だからアイドルっていうわけでやってるわけじゃないからな。でもこの人たちに悪意があるわけじゃないし、これ以上は強く言えないのがもどかしい。それでお聞きしたいことがあるのですが、先輩は天道会が最優先で誰とも付き合わないっておっしゃってましたよね。え？あそんなこと言っちゃってたんだ。確かにだいぶ前だけどそんなことを言ったかもしれない。よく知らない人から連日のように告白されて困ってた頃だったし、みんな納得してくれたから我ながらいい言い訳だと思ったんだけど、仕事が忙しいからみたいな。でも最近37と仲がいいみたいじゃないですか。付き合ってるとかいう噂もあるんです。めんどくさ。めんどくさこいつら。それはその、あんなやつがいきなり先輩をさらっていくなんて納得できません。なんだやつ、あんなやつって。あ、彼のことを悪く言われて思わずムッとなってしまったしてしまった。でも何かを言うと余計彼に迷惑がかかるので、ここはじっと我慢。あんなやつに先輩を近づけるなんて、天神平会長は何をやっているんだ。もしかして天道会の票のために会長に言われて接近させられているとか。そうだ、そうに違いない。先輩の前で。あ、もうあらぬ噂をというか、いやー、もう最低な野郎だな。カッチンだな、それはな。ハルヒちゃんまで行っちゃってるからな、それ。おっと、いけないいけない。ここで怒ったりしたらハルヒちゃんの評判まで悪くなっちゃう。あのね、天道会もハルヒちゃんも関係ないわよ。そういった決めつけは良くないと思うの。お、ちょっとだけ語尾が荒くなったけど、これぐらいならいいわよね。あ、すみません。ですが、我々は先輩のことが心配で心配で。過剰なんだよお前。とにかく先輩はあの男に騙されているんです。何なんだこれ。そうです、でももう好き勝手はさせませんから。あのようなやから我々の手で。彼に何かしたら許さないから。あ、いえ、危険な真似だなんて。そんなこと。そうです、僕ら平和主義者ですから。そうならいいんだけど。今のはビビっただろうな。あんな怒った先輩初めて見たよ。少しびっくりしたような彼らの視線、思わず大声出しちゃった。だって彼に何かあったら私は。大声出してごめんなさい。でも危険なことはやめてね。はい、あくまで話し合いで解決します。おお、そうそう、話し合い。話し合い物理じゃないだろうな。本当に。とにかく先輩にご迷惑はおかけしませんので失礼します。てか B、 ちょっと怒られて感じてないか。おやめろ、そういうなんかド M 気質みたいな、キモいぞ。失礼します。おう、ちょっとなんかまずそうだな。男子たちは私が止めるのも聞かずに走り去ってしまった。どうなんのこれ。いろいろまずいぞ。掃除よし、着替えよし、危険物、エロい媒体の隠蔽よし。これで先輩を迎える用意はできた。あとは美味しい夕食をいただいて、その後は今日こそ。おっと、落ち着け落ち着け。さてと、そろそろ来るかな。
はーい。先輩、いらっしゃい。遅くなってごめんなさい。何かあったのか心配って、俺心配性ですかね。本当にごめんなさい。おや、なんだかテンションが低いような。どうかしました？仕事で疲れてるとか。うん、そんなことないけど。無理しないでいいんですよ。別に夕飯はコンビニ弁当でも出前でもいいですから。優しいのね。何せ俺の半分は優しさでできてますからね。自分で言っちゃうと。どこかの風邪薬みたい。よかった、やっと笑ってくれた。じゃあ晩ご飯の用意するから待っててね。分かっちゃいるけど古いね。2014年だもんなこれな。そうだな、もうちょい見るか。お皿並べ終わりました。あなたはただ座ってくれてればよかったのに。いや、何も手伝わないのはさすがに。実はね、何でもしてあげるのが嬉しかったりするんだけど。へえ、そうなんですね。そういえば天神平の世話もめっちゃしてたもんな。そういうのが好きな人なのかも。それじゃ先に座って出来上がるのを待ってて。でもただ待ってるっていうのもそれはそれで退屈なんですけど。そうね、それならちょっと私の後ろに来てもらえる？ん？言われた通り先輩の後ろに立つ。ちょうど料理を皿に盛り付けたり最後の仕上げをしていたところらしい。で、何をすればいいんでしょう？そのまま。え？先輩がちょっとだけ後ろに下がって軽く体を預けてくる。胸のあたりにかかるほのかな重み。髪の毛がふわっと広がって、うっすら柑橘系の香りが鼻をくすぐる。ありがとう。ね、これ成分を摂取された？これ。これだけ？こうしてるととっても安心するの。あなたの匂いとか、ぬくもりとか。それを言うなら、先輩のいい匂いとかぬくもり感じられて俺も安心しますよ。お前はドキドキしてるだけじゃね。安心もしてんのか。俺に背中を預けながらも先輩は手を動かして料理の仕上げを続ける。でも私ってダメね。いきなり何ですか？あなたといるとつい甘えちゃって。いいじゃんいいじゃんね。お姉さんとしてはあなたに甘えさせてあげたかったのに、私の方が甘えっ子だったみたい。いやー、もう甘えてくれるお姉さんも最強なんだから。もう外ではもうキリッとしてるのに、こういう時だけ甘えてくるこのギャップ。もうこれがお姉さん系のね、まあ、俺の中でのもう最強の性質というかパターンなんで、俺はありがたいですけど。俺でよければいくらでも甘えてください。でもこれ以上は依存してダメになっちゃいそうで怖いわ。先輩なら大丈夫ですって。もし依存しかけたら俺が止めますから。本当？それならいいかな。さらに先輩がもたれかかってきたので肩に軽く手を添える。じゃあご飯にしましょうか。こうしてるとあなたのお腹の鳴る音が伝わってくるし。え、マジですか？確かに腹は減ってますけど。うそ。もうひどいですよ先輩。このままギュッと後ろから抱きしめる。火をいじるときはダメよ、危ないでしょ。イチャイチャしてんな。だからはい。と言って先輩はコンロのスイッチをオフにする。オフにして、はい、抱いてくださいと。あー、もう食事前から胸いっぱいかも。最高だよ、もう。そうだな。じゃあ、今回はここまでにしようかな。キリがいいんで。このまま行っちゃうと、ちょっと40分以上行っちゃう可能性あるんで。まあ、とりあえずちょっとここで切るんですけど、いや、親衛隊のなんか変なやつ出てきたな。やべえな。あいつらなんか話し合いとか言ってたけど、
なんかしでかしてきそうだよな。ちょっと怖いっすよね。まあ、次回以降、どこもお楽しみにということで、まあちょっとね、久々だった人はなんでこんなことになってんだみたいな感じになってると思うんですけど、まあ、もうね、本当ぜひともまあ他の動画か、まあ買うか、まあなんかして見ていただければなと思いますということで、今回は多分大丈夫だと思うんだけどね、年齢制限とかは。まあなので、次回もお楽しみに。それでは、バイバイ。